お疲れ様です。ああ、それじゃあ私は西の峡谷の警護に向かう。シエタ殿、しばしお待ちください。何？先ほどシエタ殿がおっしゃったことについて伺いたく思います。最高司祭様のこと？シエタ殿はもしや未だに最高司祭様のことを信仰しておられるのですか？そうじゃない。最高司祭様が何をしようとしていたか騎士長から聞いて知った。この目で見ていないから何があったのかはわからない。それでも騎士長のことは信じられる。ただ私は最高司祭様を完全なる悪だとは思えない。それはなぜですか？これはダークテリトリーで咲いていた黒百合を最高司祭様が剣に変えてくれたもの。私にとってこの剣はかけがえのない相棒というものに近い。確かに神器は皆最高司祭様より賜る一品です。しかし最高司祭様は私にこう言った。この剣はあなたの魂に刻まれた呪いを形にしたものよ。性質遺伝変動数値の揺らぎが生み出した殺人衝動という名の呪いをね。切って切って切り続けなさい。その血塗られた道の果てにのみあなたの呪いを解く鍵があるかもしれないわ。あの人らしい残酷で冷たくて、なのにほんのわずかな優しさを感じる言葉。私はその言葉の意味を考え続けながら生きることになった。それがいいことなのか悪いことなのかはわからない。でも最高司祭様に与えられたものも確かに存在する。私はもし最高司祭様が蘇るようなことがあれば聞いてみたいのかもしれない。なぜ残酷なあの人が私にそんな言葉を残したのか。どうして望み通りに罪を犯した私を眠らせてくれたのか。シエタ殿、アリスちゃん、あなたにはこの金木犀の剣をあげる。ありがとうございます。最高司祭様、なぜ私にこれを？この剣は不朽の存在といわれる世界最古の金木犀をリソースとして作ったもの。不朽の存在、つまり何者にも切られることはないと？ええ、あなたが信じる限りね。あなたならばこの剣を信じることができるでしょ？だがあれは私たちを騎士人形として使うために高い優先度の武器を与えたに過ぎない。あの人に情などわずかにも存在するはずがない。それではシエタ殿は再び最高司祭様が目覚めるようなことがあれば彼女に組みする可能性があると？わからない。その時私の魂が何を求めるのかなんて知る由もないこと。それはきっと私だけじゃなく全ての聖号騎士が抱える問題。そんな、確かに彼らの頭の中にはパイエティモジュールが埋まったままだ。その行動原理は右目の破裂をもってしなければ通常アドミニストレーターの支配からは逃れられないはず。今彼らをつないでいるのはベルクーリさん率いる聖号騎士団という統率の取れた集団への忠誠意識だ。だがそれに勝る存在が再び現れ命令した場合は一体どうなる？でも今は対策本部の意思と共にある以上私は騎士長に従う。それでは
西の峡谷の警護に向かう。後のことはお願い。セータ殿、聖豪騎士にもみんないろんな考えがあるんだな。ええ、不思議でしたがその通りです。そして彼女の意見もまた間違いではない。最高司祭様を失った今、聖豪騎士は皆思案している。一体何のために戦うのか、何が正しく、私たちの力は一体何のために存在するのか。とはいえ私は人海の民を兵器に変えてしまう残忍な計画を許すことはできない。最高司祭様の復活は何としてでも阻止しなければなりません。ああ、そうだな。しかしそう思うのは私の意思、それとも人々を守る騎士としての行動権利。アリス、いえ、メディナ殿の情報を探しましょう。結局ここでもメディナや冒険者を見た人たちはいなかったな。ええ、ハーシリアンに関しても目撃情報はつかめませんでした。仕方ない、王都に戻ろうか。俺たちはあれからカラントと魔獣の討伐を行いながらメディナの捜索を続けた。だが結局メディナの足取りはつかめずじまいだった。そうして数日が過ぎ、俺たちのところにある情報が舞い込んだ。結局メディナは見つからずじまいか。これだけ探してもいないなんて。活動時間帯が違うのかしら。その可能性も考えて夜にも何度か探索したけど見つからなかったよね。ふん、全くもって迷惑なことだ。我ら対策本部は魔獣の討伐に追われているというのに。そんな言い方ないでしょ。第一、討伐するときに一緒に情報も集めてるんだからちょっとぐらいいいじゃない。ちょっとぐらいとはなんだ。そのような意識の緩みを許容するわけにはいかん。エルドリエ、あなたも果ての山脈での任務帰りに上空から捜索を行ってくれたではないですか。なんだ、ただのツンデレ、いや、照れ隠しか。我が子アリス様があの者の不在を気に病んでおられるのでそうしただけであり、決してあの者のためではない。ま、手がかりはつかめずってやつか。ハシリアンに関しても動きはねえしな。閣下、失礼します。エオファナティオ、どうした。先ほど西帝国で魔獣の発生だけではなく少し異常な事態が起きているとの報告を受けました。詳しく話してくれ。はい、起きているのは落雷のようです。落雷ね。それがただの落雷ではないと聞きました。一部の地域のみに数えきれないほどの雷が継続的に落ち、往来が不可能な状況のようです。雷がずっと落ち続けているってことですか。確かにおかしな天気ですね。それはもう天気というか天災というか。これまでにもそういう雷が落ちる現象は起きたことがあるのか。いや、俺は初めて聞いたな。一部の地域ってのも気になるわよね。そうね、自然災害にしては不自然すぎるわ。雷が落ちてるのは具体的には西帝国のどのあたりなんだ。確かに往来が不可能ってことでしたけど。
落雷によって侵入が阻まれているのは西の峡谷よ。果ての山脈にある峡谷、西帝国の最西端だな。それって果ての山脈の警護をしている西郷騎士が西の峡谷から出られないってことじゃないんですか？ええ、そうね。そっちで警護に当たっているのは誰だ？シエータ殿です。少し前我らと別れた後すぐに西の峡谷に向かわれましたから。じゃあシエータさんが危ないってことですか？シエータ殿は無音と呼ばれる高い実力の持ち主、そうやすやすと軍門には下らぬでしょう。とはいえ感化するわけにはいかぬ。その不自然な天才にはカラントが関わっている可能性が高いと思う。これまでも魔獣発生の弊害で各帝国で事件が起こっているからね。となるとカラントを探しつつその雷の情報を追っていくしかねえな。なあ、西の峡谷に潜入するためにもできるだけ早く雷の情報をつかもうぜ。メディナのことは気になるけど、そんな事態が起こってるなら今はそちらを優先して動くしかないしな。そうね、雷の情報を追いながらメディナのことが何か分かれば何人かで手分けしてそちらに向かえばいいな。なあ、それじゃあ調査開始だ。待って、私たちも一緒に行く。連れて行ってください。お前たちまだ懲りていないのか？今回は絶対にヘマしないし、キリトたちにぴったりついていくから。私たちを信じてくれないんですか？仕方がない、今回だけだぞ。やった、ありがとう。お手柄の好機到来です。キリト、我は騎士長と共に果ての山脈での任務がある。二人をよろしく頼むぞ。わかった。なんだかんだ言って二人には甘いよな、ディソルバート。よし、出発しようか。